オランダ対チリ、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですがいかがですか？戦力的にはほぼ互角ですからね。まあ両チームともこうメンタリティの戦い、そういった試合になっていくんじゃないかなと思いますけどもね。なるほど。さあ両選手がピッチへ姿を現しました。さあ間もなく試合です。キックオフです。前線です。中を見ている。さあ前で味方が待っています。おっといい形だ。キーパーしのいだ。ヘッド、相手に当たった。ディアス走っていく。スルーパス、左サイドだ。抜けてくるか。自分で行くのか、自分で行くのか。さあオランダ、この試合初めてのコーナーキック。ゴール前うまく合わせたいですね。ここは精一杯クリアします。アレクシス・サンチェス、このボール抜けない。ボールは奪われます。グティエレス、メナ右側、パス出るか。間隙を縫って出てくるのが、ここはなんとかクリアです。このボールぴったりきた。一旦受ける。シュート。おーっと決められない。右サイド。
渡ります。これはタイミングが合いません。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。これは繋がらない。オランダ2本目のコーナーキック。両者ゴール前を固めます。ダイレクトゴー、オランダ先制点をもぎ取りました。コーナーからのボレーシュート、いやー素晴らしいコーナーキックでした。そうですね、完璧でしたからね。そして一旦バランスを崩しながらも結果としてうまく収めました。さあ画面にはリプレイが出ています。北沢さん、オランダ先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。ボールを奪う、マルコス・ゴンサレス前線へ、ワンタッチ、セカンドトップバルガース、預ける。北澤さん、はい、オランダ、さあ20分が経過しました。現在1点差をつけています。今のところなんですが、やや相手を止める位置、これはゴールだ。2点目、オランダ敵を突き放すゴール。創造と破壊のレフティー、場内が大歓声に包まれます。しかし非常にこう合わせにくそうなボールにも見えたんですが、どうですか。そうですね、ああいうのってね難しいんですよね。素晴らしいシュート。オランダ2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕がありますからね。しかし先ほどのゴール、素晴らしい速攻でしたね。いやダイナミックでしたよ。ドリブルで上がっていく、パスの選択は、浮き球で狙ってきます。スペースを狙いましたがオフサイドを取られました。しかしいい抜け出しでしたね。そうですね、しかもオフサイドラインギリギリを狙ってコントロールしてきますから、ディフェンス陣も彼に目が行きやすくなってしまうんですよね。ビダル一旦下げて、マティアス・フェルナンデス、ディフェンス中央から上がっていきます。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。一人で抜き去るシュート、ピンチを逃れました。パスが通る、シュート、思い切って打ってきましたね。あとは正確性ですね。力のあるシュートでした。左、送って戻して、サイド、さらに前線、これは合いません。左へ、このパスは大きすぎました。いいタイミングで出ましたよ。グティエレス、さあどうする、
硬い守りだ。マティアス・フェルナンデス、おっと上がってきますよ。そして前線左サイドです。このボール落ち着くのか。必死でクリアしたのはチリ。その差は2点。一旦ピンチをしのげましたね。ここはよく守りました。おっと中4人いますよ。そろそろ前半も40分を回るところ。いいでしょう。つながります。いい守りを見せました。さあ上げるか。一人で上がっていく。いいディフェンスを見せます。わっと彼にボールが当たった。シュート、わずかに上です。いやー、それにしても北澤さん、あそこで一人で上がっていきましたね。惜しかったですよね。一人で持っていけるんだという自信が見られますよね。メナ、ボールを奪う。ディアス、バルガース、ビダル、正面に2人入っていきます。おっと長い笛、前半が終了します。いやー、立ち上がりはあまり動きのなかった前半だったんですが、結局2対0差がつきましたね。ねえ、前半の最初の頃はね、ほぼ互角の動きを見せたんですけどもね。オランダとして後半参りましょう。オランダ、エンドが変わって右から攻めます。その反対側がチリ、左を上がる、抜けない。これはちょっとミスになってしまいます。マティアス・フェルナンデス、ああフォロー遅いですね。来たが、これはファールです。このボールを蹴るのはビダル。このシュート、コーナーキックになります。ここは集中した方がいいですね。ゴール正面、コーナーが続いています。ここは何としてでも決めたいところですね。ボールが入った。ビダル、さあスペースを狙う。ここは大きくクリアした。バルガース、ボールは渡る。しかしこのパスはオフサイドになりました。いやいやね、オフサイドラインの気配りがね、少し足りませんでしたね。つながります。来た、ここはなんとかクリアです。もう一度来た、しのいだ。右サイドからのコーナーです。誰に行きますかね。さあ入れてきた、
危ないところでした。このボールはクリアです。バルガース、中央からいった。右サイド駆け上がっていく、右サイド一人で持っていく、頭でクリアします。グティエレス、ワンタッチで一旦預けます。アレクシス・サンチェス、ふわっと浮かせてきます。このパスは強すぎた。キーパーナイスキャッチ。コントロール前線へ、左サイド上がるか、ここからどうする。ちょっと合いませんでした。ディアス、前には一人います。浮かして狙ってきた、よく守っている、流し込んで、このボールはキーパーがキャッチします。スペースを狙ってきます。もっといい狙いですよ。原、メナ、グティエレス、ファール、ヘッド、グティエレス勝っています。さらに前線、右側、ここで両チーム選手を変えてきます。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。あと少しで後半30分。おっと早いですよ。抜けてきましたよ。守りが固い。ファールに合います。さあ右へ出してきた、抜けてくる、ここはヘッドでクリア。中央から持って上がります。ディアス、戻す、原、スルーパス、渡ります、左サイドだ、浮き球で狙ってきます。落ち着くのか。バルガース、オフサイドの判定ですが、絶妙な抜け出しでした。そうですね、うまくオフサイドにかからないように抜け出そうとしてますよね。ここで選手交代。さて北澤さん、はい、チリ現在2点差を追っています。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。パスもよくつながってますよね。来たか、ゴール、チリ1点を返しました。
追撃のゴール。最後は右足で決めました。本当ね、シュートセンスが素晴らしいですよね。さあ、リプレイ画面が流れています。さあチリ、点差を縮めました。あと1ゴールで同点です。マルコス・ゴンサレス、原、いい守りを見せました。チリ、現在1点差を追っています。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか？そうですね、攻撃を見る限りでは悪くはないんでしょう。チャンスシーン増えてきますからね。頭で合わせた。オランダ、いい攻撃を見せました。いやー、いいボール入れましたよね。待っている。シュート、キーパーキャッチしました。前線、ボールは戻り、ビダル、バルガース、あっとこれは強すぎました。これがつながらない。一旦下げます。預けて、メナ、バルガース、そして今試合終了。オランダなんとか1点差で勝ちました。さあ北澤さん、最後まで目が離せない試合になりましたね。そうですね、1点の攻防になってからはね、特にそうでしたよね。本当素晴らしかったと思いますよ。それでは試合の情報を振り返ってみましょう。オランダ